今日もお疲れ様です。乾杯。今日のビールはこちらです。クリームチーズに合うビールのようです。こちらのビールは2ヶ月に1回届くようになっています。その時のテーマによってちょっと違ったビールが届くんですけれども、6月はクリームチーズに合うビールという形でこちらが届いたんですけれども、その前は4月に届いた時はココナッツのような感じのビールでした。それもですね、すごく美味しかったです。グラスは犬巻かけですね。それも犬巻かけです。もう最近すごい呪術廻戦にすごくハマってしまいまして、で私本当に多い時は月に7、8万ぐらいグッズを買ってしまうことが多くてですね、でまあ少し反省して、でまあなんとか最近はそれでも4万5万ぐらいには抑えられてきてるかなっていうところではあるんですけれども、まあ使いすぎも良くないんですけれども、もうこういったね、もうすごく可愛いグッズが多くてですね、なかなかやめられないという感じになってます。それがちょっと私の楽しみみたいな感じになっちゃってるんですけれども、まあいわゆるオタクかなっていう感じですね。で、すごく久しぶりにこのような形でお話をしてるかなっていう感じなんですけれども、まあ割とですね、バタバタしてたかなっていうのがあって、で、まあゆっくり、お話しする機会っていうのがなかったかなっていう感じがするんですけれども、ですね、今年の夏8月で福岡に来てちょうど2年目になります。なのでちょうどいい機会かなと思って、また少しお話ししたいなっていうふうに思います。という感じで、今年もですね、福岡にいようかなって思っています。ですね、もうすっかり福岡に馴染んできたのかなって自分でも思うんですけれども、やっぱりですね、すごく住みやすいなっていうふうに思いますね。福岡の中心地に行けば、お店とかもいろいろありますし、何も困ることもないですし、で、自然もすごく多いんですよ。で、自然も多いし、自然との距離も近いので、東京みたいに、ものすごく人が多くて常にゴミゴミしているようななんかそういった感じでもないし少し行けば自然があるのでそこですごく癒されますね。で、まあ東京とかだと自然とかに触れ合うのに少し都内から離れないとなかったりとか、あとまあ公園とかもあるんですけれども、やっぱり公園も人が結構多かったりとかっていうのがあるんですけれども、福岡はですね、あんまりそんなに人がいないっていう感じで、本当に人の目も気にせずにのんびりとさせてくれるような、まあ、そういった素敵な街ですね。なので本当に福岡に来てよかったなっていうふうに思いますね。で、よく寂しくないんですかみたいなこととかも聞かれるんですよね。直接会わなくても、今割とすぐ連絡取れたりとか、あとはズームとかなんかそういうオンラインとかで繋がっているので、そんなにですね、寂しいっていう感じはないんですよね。で、今結構オンラインで何でもできてしまいますので、ですね、東京にいた時の知り合いが、鹿児島に移住をしたんですけれども、で、その人が、お酒を飲みながら YouTube ライブで一緒にお酒飲みましょうみたいな感じのコミュニティもやってるんですけれども、そういうので常にお話ししたりとか、毎週水曜日の朝はオンラインでヨガを受けてるんですね。オンラインでもヨガを受けられるし、その移動とかもないのですごく便利なんですよね。あとはその LINE とかインスタとかで、まあ簡単に誰とでも連絡とかって取れるので、その寂しいかなっていうのはあんまり感じないですね。多分もともと一人の時間とか、一人で過ごすのが割と苦ではないタイプだったので、大丈夫なのかなっていうのはもしかしたらあるかもしれないんですけれども、でやっぱり仕事とかも休みなく働いているので、寂しいって思う暇がないのかもしれないですね。で、まあ友達もですね、ほとんどいない感じで、過ごしているんですけれども、あとマッチングアプリをやろうと思って、ちょっと頑張ってた時期があったんですけれども、本当にめんどくさがりやすぎて、私、ちょっとメッセージのやり取りとか苦手で、で、もう今も全然やってないんですよね。今またちょっとやろうかなっていうふうには思わないですね。で、ちょっと美味しそうなじゃがりこを買ってきたんですよ。今日のおつまみ。
と今更こんな時間になっておつまみなんですけれども、ハニーバターチキン味と味噌バターコーン味っていうのを買ってきました。これ両方とも私食べたことないかな。もしかしたらこのハニーバターチキンは食べたことあるかもしれないんですけれども、味噌バターコーンとかなんかラーメンの味でありそうな、すごい美味しそうなあれですよね。なのでちょっと味噌バターコーン食べようかな。すごいコーンの匂いしますね。どんな感じなんだろう。味噌の味がして、本当にこういうラーメンあるなっていう感じですね。めっちゃ久しぶり。多分パンちゃんもこうしてパンちゃん出るのも久しぶりかもしれないですね。パンちゃん、こっち見てごらん。というような感じで、今年もですね、福岡にいようかなって思いますので、ぜひ福岡の皆さん仲良くしてもらえると嬉しいです。